きます。いっせーので、解説するけん。マキト君初登場ですね。俺初登場だ。解説するけん。え、これもう待ってる？待ってない？まあ、とりあえず一回見てください。うまいな。まあ、いや俺こんなの打てないんだけど。しかも逆足やん。でも自分でも。バーリングがある。ここは解説したくないね。でもさ、これもう解説も何もないんだけどな。まあ、リキ君の近くに逃げと思ったけどね。うん。いや俺こんな練習からとかサッカー人生でこんな右決めたことないんだけど、もう出ないわ。これここからでいいですか？いいっすよ。じゃあその前がね。え、ロスタイム入ってた？そう入ってたの。ここからです。もう結構時間ないなと思ってて。ストップ。朝日からこうボールふわーって上がってきて、まあ、これ相手のセンターバック5番かな、まあ、俺今日結構勝ててたんで、まあ、なんとかこう絶対勝とうと思ってたところで、まあ、マキとか結構フリーな見えたから、まあ、そこになんとか頑張って落とそうと思って、まあ、足も結構来てたんですけど、まあ、マキのところに、うん、うまく落とせたかな、まあ、これ相手も当たってんですけど、うまくマキトのとこにこぼれたかなとは思います。なもう次お前、あ俺か、もうお前しかないで、ね、僕はもう朝日くんがもう蹴った瞬間にリヒくんがもうそこで走ってるのは分かってたんで、あもうどうしてもリヒくんとつながろうと思って、もうリヒくんがもう前半からセンターバックに勝ってたんで、絶対近くおったら落としてくれるなっていう感覚がもうあったんで、もうとりあえずもうリヒ君の近くに行こうっていうので、リヒ君がうまく競ってくれて落としてくれたんですかね。でもなんか振り抜いたら入っちゃったっていう。俺もこれさ倒れてるからさ、マキとどうすんのやろうと思ってパッてゴールの方見てたらもう入ってた。入った。俺でももう迷いなかった。ってかさ、でもさよくさお前逆足やよりさこれ勝負でよく合わせたよな。いや俺も自分でも驚いてるし、多分一生もうでんこれは。これさ左利きやったらさ普通さ右で振り抜かんやん。あそこ止めて左足でズドンやん。確かにね、イメージ的には、うん、なんでだろうね、自分でももう分からん。もう体が動いた、体が動いた。でも絶対もう二度と点一生点。このゴールでもやばいな。やばいね、もうだって練習からやばい出ないもん。やばいやばい勝ってないねでもこれでもこれはスーパーだよ。つながれた感じがあったんで、まあ、こういうシーンというか感覚はもうずっと持っときたいですけどね。やっぱあんまり一緒に組んで練習もやってないけど、やれてないけど。でもここ最近もう試合でやってるから、2試合連チャンやん。怪我です。怪我明けから3試合で2ゴール。3試合で2ゴールこんなないもん。サッカーでえぐいやん。まぐれやばいな振りが雑すぎる。振りが雑。やめた。無理だから振りが雑だわ。残り5試合です。マキトいけ。いやもう本当にサポーター皆さんに勝ちを届けたい気持ちがすごい強いので、いやあとはまあここでリックみたいにこうスタートが出て走ってる人いっぱいいるんで報われてほしいですよね。だからまあ交代でしか僕出てないですけど、まあ、そういう選手たちに与えられた役割もあるし、なんかこう流れをもっと変えて今日の試合でも 2-1 にできるようなそんな、なんかパワフルなパワーを持って入りたいですけど。残り頑張ってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。また頑張ります。